SCP-1883 のスクリーンショット。アイテム番号 SCP-1883。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1883 の17個のコピーは、サイト 76-D 島内で様々なブランドの携帯電話に保存されています。携帯電話は、使用しない場合常にオフの状態を維持されるべきであり、サイト76の暗号化され安全が保証された接続を介してのみ、モバイルネットワークへのアクセスを許可します。SCP-1883 を用いた作業をテストする際は、タスクの対象が D、クラスであるか、ラット、反技術指令、添付文章参照、を遵守する被験者であることを確実にしてください。SCP-1883 のオリジナルが確認された場合、その後 SCP-1883 の現存するすべてのコピーは消去する必要があります。著者は、SCP-1883 のいかなるコピーであってもシグマコンピューティング&プログラマティクス財団のカバー事業の一つに報告するように命じられました。説明 SCP-1883 は、OS 環境下で動作する携帯電話で使えるようになっている、携帯アプリ、もしくは一般消費者向けソフトアプリケーション、です。SCP-1883 のインターフェースは、スコア、と書かれているラベルと、指令、と書かれたラベルがそれぞれ1画面内のスクリーンに表示されているというものになります。SCP-1883 がモバイルネットワークに接続されていると、スクリーンの、指令、のラベル部分は、5から9時間ごとに、携帯電話のユーザーが実行するための新しい、タスク、と報酬の、ポイント、で更新されます。指令、が変更になる前に、タスク、を実行すると、スコア、の欄に表示されているポイント数が記述された、ポイント、に応じて増加します。なお、SCP-1883 が、どのようにして、タスク、を完了させたかどうかを検出しているのかは分かっていません。指令の中には、電話で、または対面で、他の人間と交流することをユーザーに要求するものがあります。例えば、あなたの友人の中で最もほうれん草を嫌っている人に電話してハローという。3ポイント。そしてこのように交流がなされた際、SCP-1883 は未知の手段によって犠牲者の携帯電話あるいは電話に広がります。SCP-1883 はユーザーに巧みに衝動的影響を及ぼします。彼らユーザーは、このアプリを、面白い、楽しい、と評し、たとえポイントにならなかったり、危険だったり、違法であったりするタスクでも、こなすべく挑戦します。SCP-1883 のユーザーたちが大規模なグループを形成することで、この影響は増大します。彼らはその中でスコアを競い合い、おのおののスコアに基づくインフォーマルな階層に従います。SCP-1883 は事件後に財団によって見つけ出されました。編集済み、市内で少なくとも72人が、各家庭内の様々な物品によって回復不可能な程度に左目を負傷しました。彼らのほとんどが、SCP-1883 をインストール済みの携帯電話を所有しているとわかりました。指令、のログ。太陽に挨拶する。1ポイント。馬を見つける。そして馬を30分間見つめる。7ポイント。アイスクリームコーンを買った後、溶かす。そして残ったコーンを食べる。5ポイント。思いっきり壁に頭を叩きつける。3ポイント。あなたの友人の中で最もほうれん草を嫌っている人に電話してハローという。3ポイント。全然知らない人に、あなたがその人について本当に思っていることを教える。10ポイント。キムを鉛に変える。999ポイント。ベイブ、ルースがそれほどまでに偉大だったというのなら、なぜ彼はバットを必要としたのですか？銀行を襲う。25セント効果だけをいただく。150ポイント。あなたがもう死んでいる人間だと他の誰かに信じさせる。0.5 ポイント。黄色い犬を探して、蹴る。0ポイント。お墓にあったものを食べる。200ポイント。5ポイントを得る。5ポイント。この指令を無視する。21ポイント。ガラスの上を歩く。その際どのような騒音が出たのかを解説してみる。90ポイント。誰かを愛する。15ポイント。あなたにとってかけがえのない何かを燃やす。そして新しいものに交換する。100ポイント。呼吸する。マイナス200ポイント。データ削除済み、300ポイント。データ削除済み、450ポイント。
骸骨は君の中にいつも潜んでいたんだ。Are we cool yet?